痩せたいけど運動苦手だよって方、頑張りすぎると三日坊主だよって方、そういった方は効率のいいメニューをしなければいけません。別に運動が好きなわけでもない、だけど痩せたいよって方はできるだけ一種目でたくさんの筋肉が鍛えられて時間が短く終わるメニュー、そういったメニューの方が長続きできるんです。今回はウォームアップ実践、クールダウン、毎日でもできるような効率的なメニューを行って楽しく綺麗に痩せましょう。まずはウォームアップです。まず首の筋肉を伸ばしていきます。口をうにして上向きましょう。首の前側の筋肉が硬くなってしまうと下向きやすくなってしまって呼吸が浅くなってストレス溜まります。しっかり上を向いてうーっていう向きで、あまり首を横に回して回しましょう。今度は親指を後ろに向けて手を L の字、後ろに肘を回しましょう。大きく回します。前に回すよりは後ろに意識して回してください。胸の筋肉が硬くなると巻き肩、猫背になって呼吸がやっぱり浅くなります。呼吸が浅くなるとカロリー消費が悪くなるので痩せにくくなります。この次に実践に入っていきます。 OK、 それではまず効果的な腹式メニューを行います。手を合わしたら体を左右に振ります。手を合わしたまま手の甲が床につくように体をひねってください。起きれる人はね、少しだけ起き上がってひねって、起き上がれない人は寝たまま体を回した方がいいです。スマホ持ったままでもいいです。腹筋全部使えてます。 OK、 今度は膝をパカッと開いて、手で押さえながら動かします。起きたら足を閉じて開く、寝る、足を閉じるときにお尻も締める感じです。そうするとお腹の奥に力が入ります。首疲れる人はね、無理しないでください。はい、じゃあうつ伏せになりましょう。今度は手をついて足曲げて上体を起こします。足を曲げているのでもも裏、お尻、背中全部使えます。どのメニューも効率的のいいメニューになってますので全部おすすめです。OK、 今度は寝たままで足を左右にひねりましょう。体をひねることで日常的に伸ばされにくい筋肉がしっかり伸びます。簡単で効果的なメニューなので毎日続けてください。 OK、 それでは立ち上がります。片足立ちになって手を振ります。一気に難しくなります。バランスを取りながら、これが有酸素運動と弱いもも裏、背中、腰全部使えてます。
片足立ちはすごい筋肉を鍛えられますので、 OK、 反対足も一緒です。マイペースでいいですからね。たまに足ついてもいいですからね。いきなりね、動画見ながら初めてやるのに全部できるってなかなかありませんから、少しずつね慣れていってできるようになってきますから、疲れたらね足をつけながら次のメニューまで待ってください。今度は手を後ろに上げたまま足を入れ替えます。背中の方にね熱い感覚があったら脂肪燃焼効果が上がってます。今度は股関節を左右回します。できれば体は正面向けたままで足だけ回すようなイメージです。日常的に座り仕事の人とかは股関節がやっぱり内側向いてしまって反り腰になっちゃうので、関節をね、外に開く運動っていうのがおすすめです。 OK、 今度は足を少し曲げた状態、このまま左右に揺れます。スマホ持ったままでもいいです。膝を両方少し曲げてバランス取りましょう。足を横に上げる動きは日常的にあまりないので、弱いお尻の筋肉を鍛えることができて、お尻効果、足痩せ効果があります。OK、 じゃあうつ伏せです。クールダウンに入ります。腰を振りましょう。足を振って体の筋肉を緊張戻しましょう。クールダウンをすることで体の疲れがリセットされるので、また明日もやってみようかなっていう気分になりやすいです。 OK、 今度は交互に膝を曲げます。伸ばすことで血流が上がります。上半身の血流を戻して疲れを取ったら終わりです。疲れて終わるとどうしてもね嫌な気持ちばっかり残ってしまいますが、疲れ取ってメニューが終わると気持ちがね楽になりますから、はい、 OK です。ウォーミングアップとクールダウンがありました。皆さん体が疲れて終わるんではなくリセットされて終わる気持ちどうでしたか？よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。